こんにちは、リーベズの牧口です。本日はですね、現金なしで不動産を購入するというですね、決済系のサービスについてですね、ご紹介させていただきたいと思います。アメリカのマーケットでは iBuyer というビジネスモデルが非常に注目を集めているというのはですね、以前の動画でもご説明させていただきましたが、その iBuyer の派生モデルとも言うべきですね、不動産の取引時に不動産の取得をサポートする、決済系のサービスが様々出てきています。iBuyer の次に来るんじゃないかっていうふうに注目されていますので、本日はそのビジネスモデルですね、解説していきたいと思っております。こうしたですね、決済系のサービスにはいくつかの派生モデルがあって、例えば建て替え払いだったりですね、レントオーンということで賃貸しながら頭金貯めるっていうサービスだったり、シェアドエクイティですね、一緒に投資しますみたいな、そういう、いくつかの派生プログラムがありますので、そういったものをですね、順を追って説明していきたいと思います。まずですね、建て替え払いのプレイヤーとしてはですね、リボンだとかフライホームズだとか、ノックみたいなプレイヤーがいます。ちょっと説明していきたいなというふうに思っております。こちらがですね、リボンのホームページになります。リボンはですね、ノースカロライナ州で設立された、住宅用のクレジットカードのようなツールって彼らは説明しているんですけれども、何やってるプレイヤーかっていう話なんですが、住宅買いたい人がですね、何らかの理由でローン組めなくて、購入のプロセスが延期されちゃうみたいなことが起こるわけですね。そうなった時に、売り手としては非常に資金の確保のタイミングがずれるので非常に困るということで、その瞬間にですね、リボンが間に入って、建て替え払いするっていうサービスですね。How it works、get buying power、 購入力が高まりますよみたいなことを言ってるわけですね。保証もついてますということで、手厚いサービスを売りにしてます。プライシングですね、実際、プライシング、カルキュレーターということで、どっちがお得ですかということで、トラディショナルと、with リボンって書いてありますけれども、実際、引っ越しのコストとかが1回で済むんで、その分とかなくなりますよとか、倉庫、一時倉庫とか必要なくなりますよみたいなことも当たり前ですけど、そこはメリットになってます。なのでトータルのコストで考えたらですね、建て替え払いのリボン使った方が安くなりますよみたいな話になってますね。この建て替え払いする代わりに売り手から 2% の手数料もらうっていうビジネスモデルですね。アメリカでは住宅取引の 30% ぐらいが、さまざまな理由で、ローンがつかなかったりですね、それが遅延したりするみたいなことが状況として起こっているので、そうしたことを嫌う売り主からですね、手数料をもらいましょうというビジネスモデルですね。なので、売り主側と、がっつり、手を組む必要があるので、リボンはですね、リマックスグループとかいくつかの大手ブローカーと、提携しているというサービスですね。非常に、ニーズとしてはあるというふうに聞いています。似たようなサービスは、エージェントも展開していますということで、フライホームズですね。こちらは、エージェントなんですけれども、彼ら自身がですね、取引する、不動産の購入資金を、建て替え払いしますみたいな、そういうサービスを展開しています。バイヤーホームってやってですね、どこで家買いたいですかみたいなことで選んで、シアトルです、家ですみたいな形で選ぶとですね、実際のジローだとかレッドフィンみたいな画面に飛ぶわけですね。で、購入者が物件、この物件いいなみたいな形で、選ぶと、まさにですね、ジローのように、いろんな情報が出てくるわけですが、ここに書いてある通りですね、フライホームズキャッシュオファーって書いてありますけれども、お金も貸しますよみたいな形ですね。そこによって建て替え払いすることによって取引を迅速に成立させようみたいなサービスやってます。こうした建て替え系のサービスですね、資金力があるところであれば十分できますということでですね、今後も iBuyer中心にですね、いろいろ出てくるんじゃないかなというふうに思われます。また別の、決済系のサービスもあります。レントゥーオーンですね。その代表格 DB っていうところがあるんですけれども、DB はですね、2017年にサンフランシスコで設立された会社なんですけれども、ビジネスモデルとしてはですね、住宅購入希望する人が、賃貸でそれを借りて、家賃の一部をですね、住宅購入の頭金として積み立てられるみたいなサービスですね。なので、DB に3年間ですね、住むと頭金が貯まるみたいな、そういうサービスやってますということで、こちらも非常に、ユーザーのニーズとしては大きいんじゃないかなって話ですね。評価高いですね。 And now I'm leasing it with a portion of my monthly amount going into an escrow account to be used for a down payment at the end of my 3-year term and not having able to purchase this home with a down って書いてありますね。DB がいなかったら買えなかったと。で、これ何がいい特徴かっていうと、やっぱり家賃の上昇よりも、物件の価格の上昇の方が、スピードが速いので、
いつまでたっても家買えないみたいな人たちに対して、まあ、家賃はまあそんなに急に上がらないので、その家賃っていうものを払いながらですね、頭金貯めやすくなるみたいなものが、まあ、彼らのビジネスモデルの特徴になっています。これは、レバレッジ化してるんですね。多分 10% ぐらいしか DB 自体はお金出してませんが、まあ、それをですね使って、住宅ローンの金額自体もちょっと低くするみたいなことですね。まあ、今月に2000件以上の申し込みを受けているということで、非常にまあ受けているサービスだということです。部分所有権みたいなサービスもやってますね。プレイヤーとしてはポイントだとかユニゾンだとかソフィーですね。これソフトバンクが出資してます。まあ、ポイントから説明していくと、カリフォルニア州の、パロアルトですね、に本社を置いてます。で、まあ、これ何やってるかっていうとですね、住宅所有者に、まあ、リバースモーゲージみたいな形でですね、自分の家の所有権一部売り渡すことによってですね、現金確保するっていうサービスですね。で、まあ、これ一部の売り渡しなので、ローンではありませんというふうに、まあ、彼らのサイトでは説明されています。でこちら、ホームページですね、HowPoint Works って書いてありますけど、Get early access to your home equity と、3万5000ドルから25万ドルまでの間で、受け取ることができますっていう話になってますね。で、月々の支払いはありませんということですね。で、まあ、楽しみながら住み続けられますって話ですね。早期返済は大丈夫ですって言ってるんですね。なんでそれに対するペナルティーありません。10年間の間であれば早期支払いに対するペナルティー全然ないですよみたいな話ですね。で、まあ、そういうことによってですね、住宅の価格が上がればですね、ポイントもその一部売り渡した人もですね、まあ、ハッピーだということで、10年の間であればですね、スライスして売り渡した部分を買い戻すこともできるみたいな、そういうオプション設計になってます。まあ、同じくですね、部分所有権というとユニゾンみたいなもサービスも注目が集まってますね。ユニゾンのサービス、どういうサービスなのかっていうとですね、まあ、シェアドエクイティなんて言われてます。これ頭金をですね、プラスアルファしてくれるっていうサービスですね。コインベスティングって書いてありますけれども、住宅の価格上昇に対する投資しますよって言ってる話ですね。Together you can って書いてありますけど、Increase your down payment with home buyer ということで、まあ、頭金を増やすとどんなメリットがあるかっていうと、ローンの条件が良くなるんですよね。まあ、こちらサービス書いてありますけれども、例えば、100万ドルの家ですね、それで頭金が10万ドルだったとします。まあ、通常の取引だとですね、10万ドルの頭金だけなんですが、まあ、同じく10万ドルをですね、彼らユニゾンが出してくれるわけですね。そうすると頭金20万ドルになります。でそうすると月々のローンの支払いも減ります。当たり前ですね。で、まあ、何がいいかっていうとですね、アメリカの場合では頭金 20% 以下の場合はですね、プライマリーモーゲージインシュランスっていうの、 PMI っていうのは入らなやらなきゃいけないんですけど、そのコストがかかる分がこれが削減できるっていうことですね。なので、まあ、経済的に非常にお得ですってことを言ってます。まあ、こうしたさまざまなですねメリットがあるので、こういった資金決済系のサービスというものが今注目集まりつつあるわけですね。まあ、本日説明した、この資金決済系のサービス、いずれもですね大量の資金を必要とします。なので大規模な資本がある会社でないとですね、こういった取り組みというのはできないんですけれども、まあ、実際にこのタイムラグですね、住宅ローンを組むまでのタイムラグを、うまく活用して、ビジネスにしている、まあ、リボンだとか、まあ、フライホームスだとか、まあ、そういったところだとかですね、まあ、もうちょっとタイムスパン長くですね、長い間、一緒に投資しますみたいな形のですね、まあ、DB だとか、まあ、ユニゾンみたいな、まあ、そういうサービスですね。まあ、こうしたサービスっていうのはアメリカのマーケットの不動産の価格が上昇しているうちは、まあ、受け入れられると思うんですけど、一旦ちょっと価格が、まあ、下落に転じるとですね、ビジネスモデルとしてどうなっちゃうのかなみたいなところも当然不安要素としてはあるわけですね。まあ、ただ、まあ、基本的にはアメリカの不動産ってのは上がっていくっていうのはみんなは信じているので、まあ、そういったビジネスモデルは非常に受け入れられやすいってことですね。まあ、建て替え払いみたいな短期タームのものであればですね、資金の上下動の波っていうものは大きく影響を受けませんので、まあ、そうした意味においてはですね、リボンみたいなサービスっていうのは非常に硬いのかなっていう話ですね。まあ、一方でユニゾンだとか、DB みたいなビジネスモデルっていうのは長期的に見た時の不安材料というのが残るっていう話ですね。本日はですね、こういった決済系のサービスをご紹介させていただきました。日本でもですね、まあ、ハウスリースバックみたいなサービスとかありますし、アイバイヤーのスムダスさんみたいな、まあ、そういったサービスとかも出てきているので、まあ、いずれこうした、大量の資金を強い武器にですね、決済系のサービスをする会社も、まあ、日本でも出てくるんじゃないかなということで、まあ、本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。よろしければですね、チャンネル登録の方お願いいたします。